狐一号さん、ワドツ。狐一号さん、出過ぎだよ。狐一号さん、ずっと寝てたの？狐二号さん、ワドツです。風？風打つ。なんかやばいね、ちょっと体調が。狐二号さん、打つ？狐一号さん、打つ？いや、打つじゃないと思う。狐三号さん、ワドツです。多分単純に体調がクソ悪いね。ちょっとやばいかもしんない。20時間寝たよ。いや、じゃあ40時間だ。丸2日寝たんだよ。キツネ1号さん、だるいの？だるいっていうかね、気持ち悪いっていうか、気持ち悪いとも違うんだよな。なんか動けないので、鬱とかじゃない、なんかわかんない、こんなの初めてで。キツネ1号さん、配信ないから心配したよ。キツネ4号さん、ワドツ。キツネ5号さん、ちょっと顔色悪いよ。顔色悪いのはね、ここ最近ずっとで、ちょっとね。キツネ2号さん、ね、インフルじゃないよね。いや、風邪系じゃないんだよね。なんか、なんなんだろうこれ。なんて説明したらいいかわかんないわ、ちょっと。40時間寝たよ。キツネ7号さん、うつソースを提供するのは難しい罠。うつソースっていうか、まあうつはすぐわかるよ。9504個目、オーナメント玉をプレゼントしました。うつはすぐわかるよ。狐9号さん、何もしてねえくせに一丁前に体調だけは悪くなるんだな。狐10号さん、式神が効いてる。キツネ2号さん、心配だよ。キツネ1号さん、肝臓悪くない？肝臓なのかな。キツネ9号さん、心配とか言ってるやつバカかよ。キツネ4号さん、9514個目、オーナメントキャンディーをプレゼントしました。キツネ9号さん、そのまま起き上がってくんなよ。キツネ11号さん、まさかガンじゃないよね。キツネ7号さん、ワドタソは頑張りすぎたら反動くるよね。安静にしてください。キツネ5号さん、寝不足とか。キツネ10号さん、除霊した方がいいよ。キツネ1号さん、肝臓悪いとだるくなるよ。キツネ8号さん、彼女に看病してもらえば。彼女も調子悪いかな。ずっと寝てたわ。狐11号さん、顔真っ青だよ。いや、だから体調悪いんだって、ずっと寝てたんだって。狐1号さん、健康診断とか受けなよ。受けた方がいいよな。まあでもね、死ぬ時死ぬからな、どうしようもないでしょ。キツネ12号さん、バル3回やったらしい。キツネ1号さん、早期発見。ぶっちゃけ俺この世に未練なんか一個もねえかんな。
狐一号さん、まだ死んじゃいやだよ。いや、まあ別に死にたいとは思わないけど、別に死んだって未練一つもねえよ俺。狐二号さん、ワドロス。ワドロス。なんで怒んなよ。キツネ11号さん、やべえな、絶対内臓とかやられてそう。キツネ5号さん、シャーちゃん。キツネ7号さん、かっけえ罠、神。キツネ1号さん、恒例の鳥の水入れ洗ってます、しばしお待ちを。キツネ13号さん、機材届いたの？でも3回目覚めたけどね、3回目覚めたよ。あのぶっ通しで40時間じゃないからね、3回目寝たよ。まあ大丈夫じゃないかな。ご飯ね、はいはい。14号さん、おい、和道が寝てる間に塾長降臨したぞ。へえ。俺らには関係なくねえか。俺らに何の関係もねえ。狐15号さん、今来た、風？風かな、どうなんだろう、風じゃないと思う。風なのかな。俺バカだから風とかわかんねえんだよな毎回。キツネ16号さん、なんでキツネ。キツネ13号さん、やっぱ届いてないのか。キツネ枠にするとなんでキツネなんですかっていう人必ずいるよね。17号さん、貧乏な家はやっぱり便座上がってるな。
狐十五号さん、寒くない？はい、ご飯。寒いよ、やっぱり。温めてほしいね、ギャルにね。15号さん、福狐1号さん、ギャルじゃなくてすみません。狐19号さん、また狐なんだね、またね。はいはい。いや、またねとかも書かなくていいから、そういうのもすっといなくなるよ。なんで自己主張すんだよな。狐20号さん、60時間寝ろよ、そしたら体調良くなる。60時間寝た方がいいのかな。あと20、もう目覚めちゃった、さすがに。もう目が覚めてる。もう目覚めた。狐13号さん、のりちゃんは不在。狐21号さん、大丈夫？疲れてんだよ。疲れてんだろうね。疲れ溜まってんだろうね。狐22号さん、風神流行ってるぞ、かかれば地獄ですよ。風神って何？怖っ。何風神って。キツネ23号さん、寝すぎたらうつ病なるぞ。キツネ24号さん、逆うつ病の患者が寝すぎるんだよ。キツネ25号さん、キャー。キツネ17号さん、何もしてないのに何に疲れてるんですか。キツネ13号さん、都合悪いとスルー。キツネ21号さん、シャワーでも浴びてリセットしたら。浴びようか。キツネ26号さん、服着て寝てくださいね。キツネ17号さん、体力なさすぎな。キツネ24号さん、乳首ぎゅうぎゅうぎゅう。キツネ27号さん、アップマジきつい。キツネ20号さん、40時間って珍しいことじゃないだろ。さすがに普段の倍の時間寝てるかんね。40時間寝たのは人生7回目ぐらいかな。キツネ20号さん、普段から12時間ぐらい寝てるから大丈夫だよ。キツネ21号さん、とりあえず起きよう。キツネ2号さん、寝れるってでも体力ある証じゃない。キツネ1号さん、食欲はある。キツネ20号さん、体調良くなるまで寝ればいい。あるあるある、大丈夫。キツネ22号さん、性欲はどう？オナニーは7回した。キツネ20号さん、リスナーが心配してくれると思ってるでしょ。20号うざい。キツネ2号さん、7回わら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 。キツネ5号さん、元気や。キツネ20号さん、顔色いいから問題ない。キツネ28号さん、寝すぎるとさらに頭おかしくなりますよ。キツネ2号さん、心配返して。キツネ20号さん、すでに頭おかしいから大丈夫。キツネ21号さん、顔むくんでるよ、シャワー浴びてきなよ。キツネ8号さん、まだ大丈夫だよ。キツネ17号さん、気力で乗り切れ。キツネ29号さん、コーヒー飲むとすっきりするよ。キツネ20号さん、むくみじゃなく太っただけだろ。キツネ30号さん、ルム。キツネ13号さん、風邪から悪化するから服着た方がいいよ。キツネ31号さん、映画の案が浮かびすぎて頭パンクしたな。キツネ32号さん、そのまま起きられなきゃいいのに。キツネ28号さん、変態ですか。シャワーの時間待ってる。キツネ20号さん、40時間寝てむくんでたらおかしい。キツネ1号さん、シャワーの間待ってるよ。キツネ22号さん、浴びてるとゴミ捨てよ、7回抜くから。キツネ29号さん、鎖骨に胸毛は L タイプって変わってます。キツネ33号さん、シマちゃん、いつつるん、いつせいくん、つってる姿みたいのは。キツネ34号さん、和道塾長来てたぞ、大花火1100発飛んでたぞ、わら。
キツネ1号さん、ね、浴びてきて。キツネ17号さん、デブでハゲで貧乏で彼女がおばあちゃん。キツネ35号さん、鎖骨におけけ生えてるの。キツネ21号さん、よいよ浴びてきなよ。キツネ20号さん、気持ち悪い。キツネ2号さん、ジャビチー。キツネ8号さん、FC2 行こう。キツネ22号さん、なんじゃこの写真、ネバーエンディングストーリーですか。キツネ15号さん、この写真の場所どこ、綺麗。キツネ25号さん、ダサい家だな、わら。キツネ29号さん、どうして見せてくれないの。キツネ20号さん、写真下手だな。キツネ13号さん、 FC2 にはドサンのシャワー動画あるね。キツネ36号さん、よりめハゲ。キツネ29号さん、ネイバーエンディングストーリー。キツネ34号さん、13号なんてググればいいんだ。キツネ17号さん、僕マー君、和道家に向かっています。キツネ32号さん、くだらない毎日過ごして逃げるなよ。キツネ20号さん、 FC にアダルトで和道で出るんじゃない。キツネ2号さん、え、終わり。キツネ29号さん、ハルコーン。キツネ25号さん、ちまる子、マジ死ぬほど小さいわら。キツネ28号さん、野原しんのすけ。キツネ20号さん、明日はマスラオの試合あるね。キツネ32号さん、世の中舐めてるよお前。キツネ29号さん、お風呂まだ。キツネ1号さん、アンチネタ切れ。キツネ13号さん、みことし枠で FC2 のウラルコメあったから検索ワード知らない。キツネ29号さん、まだ遅い。キツネ29号さん、早く。キツネ22号さん、こんな綺麗な水の上でおなするとか、あなた正気ですか。キツネ20号さん、 FC にアダルトで和道で出るよ。キツネ13号さん、ソークワドウさんの月の写真みたい、機材まだかぬ。あ、キツネ25号さん、この画像の頭ハゲてるな、わら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 。キツネ37号さん、こんばんは。キツネ34号さん、ほんとだ、ヒットした、これ衝撃的な映像だわ。 WWW ポークビッツまで見えてるな、わらわらわら。キツネ1号さん、20匹来い。キツネ5号さん、機材は嘘だったの。キツネ29号さん、アルシンドの悪口はやめろ。キツネ20号さん、聞かれたから答えたのに。キツネ38号さん、機材届いてないの。キツネ39号さん、今度が血のみに行こうぜ、あっと小島。キツネ40号さん、和戸さんにはもう少し頑張ってもらわないと。キツネ29号さん、まだ。キツネ29号さん、今かよ。キツネ41号さん、07に写真だったのかよ。キツネ25号さん、画像アップするならせめてハゲは隠せよ、わら。キツネ13号さん、機材アンチのいたずらだったのかぬ。あ、キツネ42号さん、コメントしてもワドの思うツボなの、そろそろきつけよ。アンチコメなしでアイテム飛ばないから、キツネやってるのに。キツネ43号さん、体丸くね。キツネ34号さん、衝撃的だわ、 WW マジでビビった。キツネ37号さん、機材の設定とかで忙しかったくせに。キツネ22号さん、このオナスポットどこよ、自分だけずるいぞ。キツネ44号さん、いちいち体調悪いとか一生悪い方がいいのに。キツネ38号さん、日曜中に機材届けく言うてたけどどうだったの。キツネ40号さん、今頑張らないと後悔するよ。キツネ1号さん、42、確かに。
キツネ20号さん、天城府はいたずらできないって、和道さん言ってたよ。キツネ42号さん、13号自演なの気づけよ。キツネ45号さん、メンヘラの介護ムービー見せてください。キツネ43号さん、20号はのんちゃん。キツネ40号さん、いつも中途半端だから。キツネ29号さん、これから監督でしこって寝ます、おやすみなさい。キツネ41号さん、この静岡の時のラブとあって金受け取ってます。キツネ13号さん、自演かよ、好きだったのに鼻ほじ。キツネ22号さん、もんちゃんちょっとコーヒー買ってきて、ブラックでお願い。キツネ46号さん、何か方向性間違ってない。キツネ43号さん、体丸いのは。キツネ47号さん、スカ爽やかセブンアップ。キツネ37号さん、いたずらできないって思うじゃん。キツネ13号さん、のんちゃんはって聞いてもスルーってことは振られたのかわら。キツネ41号さん、パンパンパン。キツネ1号さん、でもさ、この写真綺麗じない？みんな。キツネ47号さん、わかめの酢の物いかが。キツネ29号さん、うなんとくなんとくチャストンならめれいいっちやうよあればあれ。キツネ41号さん、07になか。キツネ1号さん、29おつ。キツネ5号さん、わらわらわら。キツネ13号さん、今も撮影してまた FC2 に投稿するんか。キツネ29号さん、すっきりしました、ありがとう、気持ちよかったです。キツネ47号さん、世界のラード。キツネ34号さん、小さかったわら。キツネ43号さん、米印ただいまシャワオナ中です、ご了承ください。キツネ41号さん、ロリコとの金のやり取りも切れたか。キツネ48号さん、やっぱり機材は自演ってことで OK？ キツネ1号さん、アンチは通常枠じゃだんまりなのにね。キツネ49号さん、こいつの風呂配信なんて誰が興味あんねん。キツネ42号さん、和道のキツネ枠はひたすらロムってニヤニヤしながら見るのが正しい見方なんだけど、そろそろ気づこうな。キツネ22号さん、監督はほんまにおなずきやで。キツネ20号さん、だったら通常枠だけやればいいのにね。キツネ43号さん、出会い中したいから機材揃えただけ。キツネ13号さん、生 ID でコメントするメリットねえだろ。キツネ46号さん、この写真は絵に見えるのは正解か。キツネ49号さん、
柏木様にひれ伏しとけ。狐20号さん、通常枠だけやらないのはなんで。狐34号さん、衝撃的でした。 WWW 初めて見た。狐42号さん、コメントしても和道の思うツボなの。そろそろ着付けよ。アンチコメなしでアイテム飛ばないから。狐やってるのに。狐50号さん、風呂から出たらすぐ布団って。狐43号さん、靴出せ。狐1号さん、通常枠だと米飛ばないから狐やるんだって。狐20号さん、狐枠でやりますのでアンチさんお願いします。コメントください。狐20号さん、狐枠にしても54人は少ないね。狐42号さん、結論、ひたすらロムること。狐51号さん、石野です。俺の人生返してください。狐5号さん、ほんと通常枠米小なすぎる。狐50号さん、風景良いのに人物で台無しだね。狐13号さん、アイテム投げないやつコメントするなって普段言ってるしな。狐34号さん、40時間は眠りすぎだな。狐43号さん、そりゃイエスマンだけ揃えたら米も減るよな。延長します。狐1号さん、延長代だよ。狐52号さん、こんばんは。ドツ、はい、こんばんは。狐50号さん、延長しマースだってアイテムくれ言ってるよ。狐43号さん、干潮でもしてろよ。狐13号さん、延長代3円じゃないよ1号。狐52号さん、和戸さん、調子悪いのですか？調子悪いね。狐22号さん、50円千用来千用来。狐42号さん、アンチは米で叩いていい気になっても結局それで花火飛んでて結果的に和道にうまく転がされてるだけ。狐1号さん、足しにしてって意味、文句あるなら飛ばせよ。狐43号さん、調子悪いらしいよ、裸やけど。狐13号さん、42号、必死だけどどうした。狐53号さん、調子悪いのは精神的に？いや、体調的に。狐51号さん、監督業ってタイムラプスか、バカでもできるじゃないですか。 W
狐43号さん7回も抜いてたら体調も悪くなるわな。狐22号さん元気ライオン。狐50号さん調子悪くてシャワーはないよ。何でも否定しかできないんだな、アンチって。つまんなそう。キツネ1号さん、おかえり。ただいま。何でもかんでも否定しかできないんだな。すげえな。キツネ43号さん、よくこんなナルシスト画像載せれるよね。キツネ54号さん、阿部監督かよわら。キツネ53号さん、のりこさんは。キツネ51号さん、すげえハゲたな。キツネ5号さん、風邪ひくよ。キツネ1号さん、黒髪いい。キツネ34号さん、40時間はどこか病気じゃないか、病院行った方がいいぞ。キツネ51号さん、運超元気なんか。キツネ52号さん、40時間も寝たのですか、感覚狂いませんか。いや、セミコロン、起き上がれなかった、起き上がれなかったね。キツネ43号さん、さっき石野が俺の人生返せって言ってたぞ、リスナーに。キツネ13号さん、機材届いた。キツネ42号さん、どんなに和道に煽られてもアンチは米しないこと、それが一番効果的。キツネ51号さん、マジあの文鳥まだ生きてるの、めちゃすごいな www。 キツネ55号さん、金縛りか。いや、金縛りとかじゃなくて気だるい感じだね。キツネ53号さん、健康保険証は持ってるんですか。すげーだるい、体調不良だね、ただの。キツネ51号さん、糖尿じゃね。糖尿の可能性あるんだよね。糖尿の可能性ある。キツネ34号さん、挨拶だけしていたキツネを石野はブロックしていた、あれはやりすぎだろう。キツネ43号さん、体調悪いなら服着ろよ。キツネ13号さん、早く和野さんの作品みたい、楽しみ。キツネ56号さん、40時間ぶ通しは危ない。ちょっと危ない、いや本当に体調悪いもん、本当危ないよマジで。ぶっ通しはないよ、3回起きたよ。キツネ13号さん、病院で見てもらいなよ。キツネ1号さん、糖尿は初期は喉の渇きと足がつるよ。キツネ53号さん、わざと寄り目にして笑わせないでくださいよ。両方ともあるわ。キツネ57号さん、なぜ裸。足の膝の裏の筋肉がつるっていうのと、足の甲の部分だから、のんちゃんに伸ばして伸ばしていったり。キツネ34号さん、糖尿なのかな。食ったか。で、1日俺8リッターぐらい水飲むんだよね。で、なんで俺糖尿の可能性あるかって言ったら、のんちゃんが浮気だって言ったの。キツネ58号さん、どうしたのって言ったら、チンチンが甘いって言ったの。キツネ1号さん、あと、うん、チンチンかぶれる。かぶれはしないけど、糖尿だなこれ。キツネ53号さん、燃費悪いわね、うん、糖尿だな。
糖尿確定でしょ。キツネ59号さん、よしさんより先に死ぬなよ。キツネ60号さん、早く元気になってくださいね。キツネ19号さん、www。キツネ51号さん、あら、じゃあ僕も糖尿だわ、終わった。キツネ8号さん、甘いちそこ。キツネ43号さん、さっきの画像でも体丸かったしな。キツネ34号さん、水飲みすぎだな。糖尿は水ガブ飲みするにしいぞ、喉が渇くらしい。キツネ22号さん、スイートペニスの持ち主ですか。キツネ52号さん、腎臓が悪いと足とか指とかがつるらしいですよ。キツネ61号さん、ネアーさん、ゆかちいさん、結婚おめでとうございます。キツネ53号さん、糖尿病性腎症になると厄介ね。キツネ1号さん、おしっこ泡立つ。キツネ56号さん、おしっこは泡泡。キツネ55号さん、俺も足つる、やばい。キツネ1号さん、生命保険早めに入りな。キツネ51号さん、体が壊れていくのは無常感を感じる瞬間だね。汗も甘い。のんちゃんがこの辺舐めたら甘いって言ってた。で、浮気だって言ってた。ほんと2週間ぐらい前。この辺舐めて、なんかのんちゃんが甘い甘いって言ってた。言ってたわ。汗甘い。のんちゃんがなんか急に怒り始めて。あったわ。この枠は大花火何発上がるんですか。本当だなこれ。キツネ51号さん、もんちゃんありかよ、 www。 腰の痛みはないかな。キツネ63号さん、おしっこがベタベタは糖分が出てる。キツネ64号さん、糖尿病性腎症だから目が変なのか。糖尿か。キツネ42号さん、61号アンチがコメントしなければ上がらない。キツネ65号さん、異常な眠気は血糖値がおかしいので早めに病院。キツネ8号さん、浮気すると甘くなるの。キツネ53号さん、病院早く行かないとよしさんみたいになっちゃうわ。マジか。甘いもん食いすぎってことでしょ、要は。それは心当たりが多々あるかな。キツネ13号さん、病院行きましよ。キツネ4号さん、重くなると腎臓や網膜が壊れる。キツネ63号さん、お酒も飲まないのに一方。キツネ51号さん、和道ちゃん自頭はいいからね。キツネ41号さん、保険証ないから和道は全額負担。キツネちゃんさん、花火をプレゼントしました。キツネ54号さん、お丸にはしてるの。いっぱいしてるよ。キツネ37号さん、1回病院で見てもらおうよ。キツネ13号さん、保険証ない、嘘でしょ。キツネ5号さん、とりあえず安静に。キツネ1号さん、糖尿は炭水化物摂りすぎが一番悪いよ。キツネ34号さん、糖尿は糖分ダイレクトに取ってるから失明するらしいぞ。末端の血管が詰まりやすくなるらしい。足切断になったやつもいるからな。キツネ64号さん、糖尿病性網膜症か。キツネ53号さん、糖尿病は遺伝が多いわ。キツネ66号さん、あと4日寝ると障害者年金支給費。キツネ65号さん、野菜を先に食べるといい。キツネ62号さん、野菜なんかもう4年ぐらい食ってないよ。キツネ22号さん、コーヒーブラックだね。でもコーヒーはブラックだよね。でもね、シュークリームとかパフェとか食いまくっちゃうんだよ。底辺と糖尿って相性いいよな、 www。 体質改善すれば治んの、糖尿って。甘いもの控えたりすると治る。キツネ67号さん、めちゃかっこいい。キツネ1号さん、遺伝は1型、食生活が2型。キツネ5号さん、でもそんな太ってないし。キツネ53号さん、好きなパフェはどこのパフェ。デビルズブラウニーサンデー。キツネ4号さん、一生の問題。これって改善はされないの。キツネ51号さん、遅らせることはできるんじゃない。キツネ34号さん、食べるもの偏ってないか
同僚は食べ物も偏ってるな。キツネ64号さん、だから顔のパーツが中央に寄ってるのか。キツネ63号さん、生き方だと治らない。キツネ67号さん、何歳ですか。33。キツネ65号さん、初期の糖尿病なら食事制限 OK。 キツネ66号さん、死ぬまで義太夫みたいに週3日透析だよ。キツネ1号さん、生き方はインスリン、味方は投薬で抑えられる。キツネ42号さん、ワドウがリスナーに問いかけるときはコメントが欲しいとき無視しよう。キツネ1号さん、42うるさい。うるさい。キツネ51号さん、座禅して忘れよ。な、気持ち悪い。42号。キツネ55号さん、俺も酒やめよう。キツネ22号さん、俺も怖くなってきた、病院行くわ。キツネ34号さん、元気なうちに病院に行くんだ。手遅れになって後悔することになるぞ。まさかの糖尿か。キツネ53号さん、和戸さんお酒あまり飲まないわよね。全く飲まない、ね、キツネ66号さん、和戸には病院に行かずにどっくり行ってほしい。キツネ13号さん、まずは検査してもらおうよ。いや、俺病院行かない。キツネ1号さん、食生活改善。キツネ63号さん、その年で糖尿はきついわ。いうか全部当たりだよ。足がつる、汗が甘い、おしっこが甘い、体がだるい、全部当てはまってんじゃん。糖尿でしょこれ。キツネ68号さん、クソ野郎。キツネ66号さん、金映えやよさんみたいに病院に行くのは甘え。キツネ34号さん、糖尿になると食べ物もそってなくなるぞ。好きなものが食えなくなるぞ。キツネ8号さん、なんでコロコロしてるの。キツネ28号さん、おしっこも甘い。キツネ19号さん、配信者なら糖尿極めろ。キツネ1号さん、野菜中心、炭水化物少なめ。キツネ53号さん、気合で治らないのは糖尿病よ。観念して病院行きましょ。キツネ69号さん、多分気のせいだから安心しろ。キツネ5号さん、糖尿だったらずっと注射だよ。キツネ13号さん、一気に悪化してさたら映画撮れないよ。キツネ70号さん、そんなの糖尿じゃないよわらわら。キツネ65号さん、医療関係でしたが糖尿を甘く見ると大変ですよ。キツネ71号さん、心。キツネ63号さん、でもまだ痩せてないから。キツネ59号さん、糖尿病って痩せるの、太るんじゃないか。 HCC の数値で糖尿かわかりますよ。キツネ72号さん、お菓子も食べる。キツネ73号さん、糖尿病。キツネ74号さん、自炊がいいかもしれないですね。キツネ1号さん、食事の単位の本がある。キツネ22号さん、糖尿を楽しむのが配信者来るべき時が来た。キツネ75号さん、ただの鬱ですね。キツネ76号さん、結構顔色悪いですね、心配ですね。キツネ4号さん、痩せる。キツネ71号さん、嘘嘘、こいつ心配してほしいだけ。キツネ13号さん、よしさんは足細い。キツネ68号さん、おねえ。キツネ19号さん、悲劇もネタに変えるんじゃないの。キツネ63号さん、糖分が体から出るから痩せるよ。キツネ70号さん、病院にも行かないで糖尿なんてわかるわけない。キツネ4号さん、義太夫さんが典型的な症状。キツネ34号さん、やばいな、血色悪いぞ。鏡で顔色見てみろ。悪いことは言わん、明日でも病院に行った方がいい。いや、だからマジで体調悪いって。キツネ68号さん、クソ。キツネ54号さん、一度病院で精密検査した方がいい。ではキツネ13号さん、マジで顔色悪い。キツネ59号さん、糖尿と分かったら米走りすぎ。キツネ77号さん、糖尿検査キットが通販であるからチェックされたら。キツネ68号さん、ムサ男。キツネ71号さん、死ね。キツネ22号さん、顔がどんどん緑になってるぞ。キツネ42号さん、コメントしてもワドウの思うツボなの。そろそろきつけよ、アンチコメなしでアイテム飛ばないから、キツネやってるのに。キツネ70号さん、体調払いのは生活にリズムないからでしょ。
キツネ65号さん、病院で検査してもらわないと何もわからないですがね、本人次第です。キツネ68号さん、とりあえず整形しろ。キツネ77号さん、野菜食べる頻度は少なめかな。キツネ34号さん、尿が甘かったら糖尿だ、のりこに味見させるしかない。だからのんちゃんが浮気だって言ってんだよ。チンコが甘いって。顔面マックやめろ。キツネ63号さん、健康診断はいつ受けたの。キツネ68号さん、のりこチェッカーによると糖尿でしょ。キツネ51号さん、今の若者は皆はよよんぬんよ。キツネ70号さん、捨て頃出たくないだけじゃ。捨て頃は出るよ、糖尿ファイターとして。糖尿パンツ。キツネ68号さん、すべて台本。キツネ1号さん、そのうちチンチンがただれるよ。チンチンただれんの。キツネ22号さん、カンチンファイター。カンチンファイター。キツネ71号さん、アンチは米なしでいこう。キツネ1号さん、ベタベタのおしっこだから。キツネ5号さん、甘いはどわら。アンチはさ、コメントすんなとか言うんだったら見に来んなよ、バーカなあ。見に来なきゃいいじゃねえかよ。気になって気になってしょうがなくて自分がコメント書いてるんだから。バカだろこいつら。42号とキツネ42号さん、71号分かってくれてありがとう。キツネ51号さん、お前らが一番コメント書いてる。かゆじんに熱湯シャワーしたらシャブより気持ちいいんだな、これが。キツネ68号さん、ギョロメ野郎。キツネ63号さん、糖尿病は皮膚病にもなるよ。皮膚病にもなんだ。キツネ70号さん、本当に糖尿になってしっかり対処してる便所さんに失礼だよ。失礼だもん、なんでもない。キツネ80号さん、フクロウ。キツネ1号さん、カサカサになる。へー、アトピーっぽくなんだ。キツネ34号さん、糖尿病簡単セルフチェックでググってやってみるんだ、和道の話で当てはまるものが多いぞ。キツネ81号さん、切れ目じゃん。キツネ79号さん、ロハコみたいになるぞ。キツネ68号さん、クサ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 。キツネ37号さん、あら顔色悪いかも。キツネ68号さん、脇が。キツネ77号さん、尿の泡が時間経っても消えないなら初期段階の可能性はあるわよ。マジか。キツネ1号さん、そのうち性欲減退する。キツネ51号さん、和道ちゃん溶接はやめてね。キツネ82号さん、どしたその顔。キツネ83号さん、42号了解、確かに言う通りだよ、ロムっておくよ。ロムレ、ロムレ。キツネ84号さん、こんばんは。キツネ85号さん、糖尿はカサカサになるの。キツネ73号さん、糖尿はハゲと一緒で遺伝的なものが凝視。キツネ68号さん、ハゲ。キツネ51号さん、寒ないの。 W。 キツネ77号さん、やる気がないなど疲れやすいなどもあればさらに注意。キツネ62号さん、ロハコを100個プレゼントしました。糖尿か。キツネ67号さん、痛風ある。痛風はない。キツネ68号さん、お姉身体。水飲めばいいんでしょう、ジュースじゃなくて。水飲めば治るでしょう。使うの。確かに顔色悪いな。キツネ67号さん、喉乾く。喉を1日8リッターぐらい飲む。医師の氏アイテムくださいって、枠キツネでやってて名前変えたんだって言ったらコメントブロックされた。ショーだから見れなくなった。キツネ68号さん、黙れや。キツネ86号さん、顔がやばい。キツネ34号さん、尿の量が多い気がする、すぐに疲れてしまう、体がいつもだるい、いつも喉が渇いている、日常生活で運動ほとんどしない、食事をきちんととっているのに夜中がすく、これ糖尿病に当てはまるぞ。キツネ73号さん、のんちゃんどした。キツネ82号さん、きったねえわら。キツネ1号さん、1日8リットルは飲みすぎ。キツネ5号さん、鉄分摂ろう。鉄分取ってるサプリで。死ぬのか。キツ
狐87号さん40時間も寝るなんて体力あるやわら。キツネ82号さん、そんだけ寝れたら健康だよバカ。キツネ51号さん、じわじわ読むから立ち悪いよね W。キツネ55号さん、検査薬1000円で売ってた。キツネ73号さん、日本のサプリ製品なんてほとんど何も含まれてないぞ。キツネ13号さんが。キツネ1号さん、サプリメントの摂りすぎも肝臓に負担をかけるんだよ。キツネ42号さん、コメントなしが一番効く。キツネ54号さん、貧血病にかかってません？まあしょうがないよな。水飲むか、じゃあ KB。 貧血だね。キツネ1号さん KB。 キツネ88号さん KB。キツネ51号さん KB。 キツネ13号さんが。ちょっとこれ早急にのんちゃんにまたチンコ舐めてもらおう。キツネ67号さん KB。 のんちゃんにチンコ舐めてもらってチェックだ。キツネ89号さん、意識高い系フルごとき。キツネ90号さん、気持ち悪い。キツネ91号さん K。 のりこチェッカーだな。キツネ34号さん、目がかすんで見にくい。味の濃いものや脂っこいものをよく食べる。昔と比べて最近太ってきた。尿の量が多い気がする。家族や親戚など野菜をあまり食べない。これも糖尿病に当てはまるぞ。あ、全部当てはまるね。てかフルロイヤルストレートフラッシュだね。あ、これ糖尿だな完全に。危ねえな。キツネ91号さん、みやびさんと戦うの？多分みやびさんになんじゃないの。本人弁当さんがそう言ってるから。ロイヤルストレートフラッシュ、みやびさんと戦うことになると思うよ多分ね。正式には言われてないからわかんないけど、弁当さんが呪縛で言ってるんだって。みやびさんとワードやらせたいって。役満だね。だからまあマッチメイク決めるのは俺じゃないから、あの弁当さんに聞かないと。祈祷の薄皮が分かんないな。祈祷の薄皮はチンコは別に異常ないと思うけど、多分ね、多分な、初期症状じゃないの。初期症状。このコップめっちゃかっこいいよ。ダイソーで売ってたんだけど、英語めちゃめちゃかっこいい。セイ。あとなんだろう。セイ I love you。 セイ I love you。Forgive others とか、ね、めっちゃかっこいい、うん、ロカボ。いや、棒読み切った。糖尿か。常にするな。
すねにするなってなんで。糖質制限という意味。はあ、ローソンなんて。あーあーあー、はいはい、あれよく食べたね。うん。1ヶ月半後とかだね、フワチポイント銀行振り込みしたら。デンプシーロール試合で1回も出してないんだよね俺。風船ありがとう。40時間寝たね。うん、あ、アマゾン1個届いたよ、今日、昨日か。昨日届いたよ、アマゾン1個。アマゾン1個届いた。てかね、デンプシーロールなんかあんな試合じゃ出せねえよ、ほんと。ジャック・デンプシーほんと優秀すぎるよ。あんな出ねえよ、試合中に。対処しようないのかな。50万振り込みありがとうございます。なんで俺の銀行口座知ってんだろう。のんちゃん最近俺の家いないよ。カメラのレンズかな。天城不届いたけど。熱はないね。体調悪いっすね。気だるい感じっすね。なんか疲れがすげえ溜まってるみたいな状態。今は違うけど、起きてもご飯食べてすぐ寝てみたいな。3回起きたか、2回か。体調悪いね。今は平気だよ。40時間寝て完治するんだ、早いと。でもあれでしょ、結局糖分取るなとかそういうことでしょ。運動しろとか野菜食べろとか、要は生活習慣病でしょ。いや、生活習慣直せばいいんでしょ。そういうことじゃないの。違うのかな。違うの。そういうことではないの。カズンさんに謝れ。何を謝んの。最近会ってないよ。遺伝が9割なんだ。治ったりはしないんだ。怖っ。膵臓がやられたら終わりなんだ。ちょっと気をつけないとな。寝すぎだね。水飲んで新宿一回りウォーキング。ちょっと運動不足なのは運動不足だから、ちょっと改善しないとね。
おやすみ。しばらく我慢で済む。まあちょっとね、でもね、のんちゃんがチンコ甘いっていうのと汗が甘い浮気だって言ったのと体がだるい顔色が悪い、あと前から言われてたんだけど1日8リッター近くの水分おかしいっていうのと、トイレに俺1日10回ぐらい行くの頻尿でしょ、あと足がつるっていうのと、もう全部当てはまるんだよね。初見です、10個ありがとう。もうだからもう完全なんだよね。いや病院には行かないけど、いや俺ずーっとジュース飲んでるでしょ、ずーっと死ぬかな、目の下褐色が悪いね。イベント1位にさせてくれんの、トランプのやつ、トランプ1位。俺イベントで1位になったことなんか全然久しくないよ、あの景品もらったこと1回しかないもん。まあ不摂生ってことだな、要はな、貧血っぽい。まあまあだから糖尿なんでしょ、いやそうでしょ、完全に糖尿なんでしょ、ただ単に何の不思議なこともないよ。運動すりゃいいんだろう、要は。疲れな、まあまあよくわかんねえわ俺も。運動しても治らない、治るでしょ運動したら、汗かいたら治るって言うじゃん、汗かけばいいんだろ、治るでしょ。違うの、治らない。え、じゃあ、え、どうすればいいの、治らないの。33治るでしょ。治るでしょ。治らないの。え、何、もうじゃあ何、糖尿病っていうのはなんかエナジーを使い切ったってことで OK なの、体の中のエナジーが使い切ったってこと。え、じゃあ どうやって生き残るの。やばくね、それやばいじゃん、やばたんだ。どうすりゃいいんだ。改善はするんだ。わかんねえな。へっす。寒い。あ、俺1日寝込んでた感じか。今日10日か。日曜日をまるまる寝込んでたのか。なるほど。40時間。
服着るか。インシュリンはわかるよ。なんかあれでしょ、注射でしょ。透析は別なんだっけ。透析は別だっけ。一緒にタバコやめろって言われたらやめないよ。風呂上がりだから。42号またコメント書いてるね。バカだね。はい、初見さんいらっしゃい。食事運動そして薬。あ、いや、じゃあ安くてうまいもん食っちゃってんだよ。野菜とか高いじゃん。いや単純にだから貧乏な人がなる病気っていうのは当たってると思うもん。ほらもう500ミリ水飲んでるよ。ほらもう喉乾いてもう1リッター入るよ。ほら500ミリもう飲んでるもん。ほらもう次500ミリいくよ。ほらこのペースでいつも飲んでるんだもん。本当に本当にこれでもう1リッターだよ。だって糖尿じゃない？もう確定でしょう、これは。おそらく確定だと思うけどな。ジュースっていうかコーヒーが多いね。コーヒー機材かどうか分かんないけど Amazon ギフト届いたよ。ほら Amazon 届いたよ。まだ開封してない、うん、いやプライベートで開けるわ。いやプライベートで開ける。そう、コーヒーブラック、ブラックコーヒーブラックだね。まあうんとね、重さ軽くもなく重くもなく、箱の大きさバッチリ。軽くもなく重くもなく、この箱の大きさだよ。開封枠やんない、うん、ジャストサイズだね、
いやイケメンじゃないよ。パソコンは、いやパソコンは届いてないよ。パソコンそもそも欲しいものリストに入れてないもん。まあ多分ジャンクフードをもう何年5、6年食べ続けてるからこれが問題なんだろうな。完全にそうだと思う。ジャンクフードだよ。カップ麺は俺一切食わないよ。ほとんど食べない。もう何年ぐらい食べてないかな。カップ麺なんで好きなの。お酒飲まないね。タバコはアメスピ。ビタミン剤は飲んでるって。サプリメントリスナーさんに飲め飲めって言われてるから、ビタミン C と亜鉛と亜鉛とビタミン C と亜鉛なんかマルチビタミンってやつと、あと鉄分取れって言われたから鉄取ってる最近。いやカップ麺俺美味しいと思わないんだよな。カップ麺全然食べない。縦に亀裂入んの？それはないな。甘岐阜に野菜ジュースとか飲んだ方がいいのかな。まあ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 、でもまあ気をつけるよ。ちょっと甘いものを取らないようにする。要はあれでしょ、炭水化物とか減らせってことでしょ。炭水化物とか糖分を減らせってことでしょ。で運動しろってことでしょ。に味覚鈍ってきてるね。何食ってもまずいまずいってずっと言ってたでしょ。コーラもやめようね、うん、運動か。お茶とか野菜とかたくさん食うってことか。いや脂質と糖質だけだもん俺の生活。1日2食、うん、まあ減量もしないといけないしな。捨て頃でな、体重73だからかなり重たい。身長170の体重73キロだからデブだね。お茶肝臓に悪いんだ。コーヒーは？カテキンダメなんだ。俺牛乳は飲まない。牛乳は飲まない。顔はあんま太りづらいけど結構顔パンパンだよ今。ああ酵素だからいいんだ。味噌汁飲んでないな。味噌汁も飲まないとね。いやいやいや病院行ってないから全然わかんない数値は。でもなんか体調本当にここ最近本当に良くないなと思ってたから、あの何かしら不具合出てると思う。うん、不摂生やばいよね。ちょっとねちょっと不摂生がやばい。オッケーオッケー、ちょっと気をつけるよ。ありがとう心配してくれて。多分みやびさんじゃないの。定期係欲しいな。
本気で甘かったって言ってたよ。じゃあ本気で浮気だって叫んだんだよ。でどうしたのって言ったら、チンコが甘いって言ってた。あとのんちゃんの浮気シリーズ結構ネタがストックされてて、トイレットペーパーがピンクになった浮気だって叫んだからね。いや違う、あのお尻が荒れやすいからちょっと高いのにしたんだよって、ピンクしかなかったんだよってさ、ピンクにするなんて浮気だって言ったからね。あ、ゆかち妊娠したんだ、へえ。ねるさんの子供、へえ。それビッグニュースだね。レンズ届いてないの、わかんないけど天ギフは届いたよ、ほらアマゾン。花火100万円すげえな。あ、偉いじゃん、でも配信で報告してるのは。そこは好感持てるな、いくらでも隠せるのにさ。重さは重くもなく軽くもなく、なんかこう、なんつうのかな、いい感じの重さだよ、いい感じの重さ。重くもなく軽くもなく、正面は足立あるよ、昔からあるね、それは。うん、風邪っていうか糖尿病疑惑がかかってるね。いや全然送ってくれたら大事にするって言ったのに、なんか発狂してたから、めんどくさいリスナー嫌じゃん。普通に送れやいいのに、なんかああだこうだ言われるのが嫌いだからさ、めんどくせえな。エグザイルのウサ、わかんない、言われないっすね。エグザイルなんて言われないよ。エグザイル、うん、言われないよ。ちょっと面白いな。ウサ似てるの、検索してみるわ。エグザイルのウサ、エグザイルウサ似てるか？似てねえだろ。似てねえだろ。全然似てないよ。全然似てない。ひろゆきはよく言われた。それってでもあなたの主観ですよねって。黒髪で髪切ったよ、うん、黒髪に戻して髪の毛切った、うん、写像ってなんすか。ひろゆきさん何かしらの発達障害持ってるよね。まばたき多い。わしっぱなだからじゃん。わしっぱなだからでしょ、多分。あ、まあ ADHD だよね、典型的なね、ひろゆきさんは典型的な ADHD だよね。いや、なんかリスナーさんからのプレゼントっすね。
次枠行くか。次枠通常枠にするわ。次枠行く。喉乾いて仕方ないね。通常枠行くか。定期ありがとう。ジャック・ダニエルとパーカーこれ3000円ぐらいだよ。アマゾンで売ってるよ。病院ありがとう、ありがとう、心配してくれてありがとうね。3,000-4,000円ぐらいだったと思うけどな。いやもうなんかね、脂っこいものとか普通のコンビニ弁当とかまずいっていうかね、美味しいっていう感じがしないの。だからもうあの味覚が狂ってんだよね。138号さん、気持ち悪い女どこ？鏡見るといいよ。どうせブスだろ。鏡見てきな。のりこのことね、あの気持ち悪いとか言ってんの、大体女でブスだから。鏡見たらすぐわかるよ。気持ち悪い女いるよ。そうそう、さっぱりしたものが美味しいね。アンチは俺がアイテム飛ぶのが嫌なんだよ。とにかく俺にアイテム飛ぶのが嫌なの。俺がうまくいくのが嫌で嫌でしょうがないんだ。だからクリスマスツリーとか上がったり花火上がったりするとピタッとアンチコメント止まるから、悔しくて。コンプレックスの塊なんだよ。延長切りますね。次は普通常。体調悪いね。体調すこぶる悪いよ。絶不調だよ。絶不調。
花火来た？うわ花火ありがとう。ナイスーナイスー、花火ありがとう。さすが粋だね。ナイスー、誰だい？あ、粋だね、ありがとう、いつもありがとうね。ナイスー、かっこいいね。終わり、枠の終わり、花火かっこいいね。狐枠で粋だよね、ありがとう。次は通常で遊ぼう。ナイス。顔がなんか気持ち悪いって、どんだけイケメンなんだよお前。どんだけイケメンなんだよ。俺別に自分のことイケメンだと思ってないけど、人の顔ディスるってことは相当顔かっこいいんだろうな。見てみたいわ。写真送ってきて、 DM で晒してあげるよ。でリスナーに決めてもらおうよ、どっちがイケメンか。ねえ、リスナー、女子リスナーに決めてもらえばいい。俺は自分のことイケメンだと思ったこと一回もないよ。でだからアンチコメントは花火が一番効くんだよ。あ、ありがとう、ナイスーナイスー、かっこいいね。続くか、ここでまさかの粋だね、ありがとう、粋だね、粋だね、粋だね、ナイスー。いいね、いい合いの手だね。気持ちよく終われるよ、かっこいいわ。体調悪いんだよ今日。無理しない無理しないよ、大丈夫だよ、ありがとう、ありがとう。次役行こうね。野菜とレバーかね。えちょっと顔色悪いよね。次役パソコンから配信します。はい、お疲れお疲れ。ありがとうね、花火ありがとう。